こんにちは、インディーズモーターガレージです。今加工に出す準備をいろいろ進めていますけど、今回のエンジンブローの原因って何なのっていう疑問を僕解いてなかったんで、素人中ななりに考察した部分をお話ししていこうと思います。少しマニアックな話になると思うんですけど、よろしくお願いします。一番はね、これヘッドボルト、このヘッドボルトが緩んだことで、起きたブローだと思います。まあ、そのあたりの細かい内容は図解を少し入れて説明しようと思います。まずね、ピストンやシリンダーはねアルミでできてるんだけど、660度で溶けちゃうんですよね。なのに燃焼室は2000度ぐらいまで上がるらしいんですけど、そうなるとアルミでできたピストンってなんで溶けないのっていう話になると思うんですけど、どうもね断熱境界層っていうのがあるらしくて、広がっていく火炎の周りにはね温度が低いなんか層があるらしいんですよ。一般的にはね、あの暑いお風呂とかに入ってちょっとすると慣れてくるんだけど、あれ実は慣れてるんじゃなくて、あのそこにも断熱境界層っていうのが生まれてて、あの肌とお湯のが直接触れてないような感じになってるらしいんですよね。なので慣れたなと思ってもバチャバチャってやるとまたちょっと熱ってなる、まああれが境界層が崩れたっていうことみたいです。でエンジンの話に戻ると、燃焼室内で異常燃焼とかが起きると火炎と違うとこから火が起きたりして、その爆発力によって本来の火炎の周りにある断熱境界層が破壊されるらしいんですよね。で、まあ、それによって2000度の温度が直接アルミにつくことになって溶解してしまうと、そんな現象がエンジンブローにつながるみたいです。今回はねヘッドボルトが緩んでたことでヘッドとシリンダーの間に微妙な隙間ができてたんですね。で爆発した圧力がそのままその隙間の方に逃げていって、そこに当たった瞬間に断熱境界層が崩れて2000度の温度のままその隙間から爆発力と一緒に外に流れ出たと。で、まあ、その時に触れてる部分がドロドロに溶けてしまったという展開のようです。ここね、ここが結局吹っ飛んだとこですけど、ここに全部の力が外に逃げるようにかかったようで、この横にあった空洞板っていうのこれなんかはもうここが吹っ飛んじゃってるんですよね。だからもう穴が開いちゃってる、熱とともに。で実はこの外にオイルクーラーがこれですね、これがあるんですけど、これもこの部分へこんじゃってるんですよね。ただまあ穴が開くほどではなくて、かろうじてどっちかというと風洞板に守られた感じですね。だからかなり外に向かってすごい勢いの熱と爆発力があったと思います。ですね、このついてたピストンについてはこういう形でついてたんだけど、さらこの辺かな、この辺りはねもう全く問題もなく、完全に力が外側に向かってかかったっていう感じみたいです。このヘッドボルトも、某レーシングコンストラクターっていうのかなが出してる強化品で、ただね組んだ時の記憶が曖昧なんだけど、特に締め付けのトルクとかの指定がなかったと思うんで、純正の3点にプラスちょっとぐらいで組んでたんですよ。
まあ、多分そのがそれがちょっと弱かったと。まあボルトとかで有名な ARP かな、まあ、あの辺のやつで見るとトルクが 5.2 かそのぐらいかけるんですよね。だからこれ 3.2 とかでは全然弱くて、多分素材も同じようなあの強度規格が強いボルトだと思うので、そのぐらいで締めないと多分ボルトの伸びとか締め率が弱いんだと思います。これね、これネットで手に入れたんですけど、 ARP のヘッドボルトの説明書、これ今38フィートって書いてあるんですけど、これあの換算すると多分 5.1 とか 5.2 とかのキロになってくると思うんで、まあそれぐらいで締めないと多分ダメだったんだと。で、まあ、今回のね、うちのボルトは、今日売ってたそのコンストラクターでショップの方にメールして、ちょっとどんなもんで締めたらいいのっていうのを聞こうと思ったんですけど、どうも先方も、よくわからないということで、結局正しいトルクはちょっと闇の中って感じなんですけど、まあ、いずれにしても、3.2 から3.5 ぐらいっていうのは多分強度規格が強いボルトでいうと全然伸びが足らなくて、そうなるとナットの方のテンションが非常に弱いっていうことで、多分振動なりなんなりで緩んできちゃったのかなとは思ってます。まあ次これが合ってるかどうかわかんないんですけど、ボルトってなんかこう降伏率、まあ、伸びていって締めるのを緩めるとまた戻るみたいな、そういうあれがあるんですけど、それもボルトの規格によって違うんですけど、で一旦ある点まで伸ばしちゃうと今度もう戻らなくなっちゃって、そうなるともうボルトも寿命っていうのかな、交換しないといけないみたいなことがあるみたいなんですけど、まあ、僕のやつは多分締めが非常に弱いんで伸びてることはないと思います。とはいうもののね、こう一応緩んでたんで、ちょっとこうそれなりの振動っていうのかな、微振動はかかってると思うんで、どれぐらいボルトにストレスかかってるかわかんないんですけど、一応まあその辺は次は多分ダメだったら折れると思うんですけど、まあそれノーマルでもなることなんで、ちょっと確保していこうかなと思ってます。でね、僕のやつ結局全部のボルトが緩んでたんで、基本ヘッドでこうやって抑えられてるんであれなんですけど、全部緩んでたんで結果グラグラな率が高かったんですよね。なんであの一箇所から吹き抜けが出ちゃったということのような気がします。一般的によくあるあのボルトが1本折れただけとかだけだったら、シリンダーって4つで止まってるんで、1本折れても3本で抑えられてれば意外とこの傾くことはないから、そこまで行くことは意外とないと思うんですけど、まあそのうちの2本なりが折れてくると同じような症状になることがあるみたいなんですけど、なんせ全部そういう形で緩んでたんで、全体としてこう緩んで一番開きが大きかったところがブシュッと抜けちゃったような感じですね。なんで皆さんもネジはあのタペット調整の時とかに、あの折れてないかのチェックもそうだけど、緩んでないか、まあ、そのあたりも軽く見た方がいいかもしれないですね。というところで検証は終わります。でもあの加工屋さんに出すための最終の磨きとかもしましたので、それをちょっとお見せします。綺麗になったんで大丈夫じゃないでしょうか。前回も言ったんですけど、 T シャツを作って1回か追加注文して、で実際にあの買ってくれた人が
くさんいましてですね、まあ、ちょっとしたクラウドファンディングみたいになってます。非常にありがとうございます、まあ、みんな頑張ってくださいねっていう声を一緒につけてくれたりして、非常に励みになっているので、まあ、スピードが若干鈍ってますけど、みんなの期待に応えれるようポルシェ直していきますので、今後もよろしくお願いします。ありがとうございました。